アウグストルーカスアウグストルーカスはドイツの画家であるダルムシュタットで仕立て屋の息子に生まれたダルムシュタットの画家ミューラーに学んだ後1825年からミュンヘン美術院で学び学生仲間となったダニエル・ホールとベルナー・オーバーラントを写生旅行したダルムシュタットに戻り修行を続けた1829年にダルムシュタットの大公から奨学金を与えられ ミラノからローマに旅し、1834年までイタリアに滞在した。イタリアでは、考古学者のプレラーと知り合い、ロマン主義の風景画家、ヨーゼフ・アントン・コッホとも知り合った。ローマからイタリア中部のアルバーニサンチやサビーニさんを訪れ、1832年には、ナポリ、ソ連とカプリも訪れた。健康を悪化させ、 経済的にも苦しくなってきたので1834年にダルムシュタットに戻った。ダルムシュタットではイタリア留学で学んだイタリアの風景を描き、ダルムシュタット周辺の風景も描いた。1841年にダルムシュタットで絵を教え始め、1861年にダルムシュタット画家協会を設立した。ルーカスの教えた美術家には、 カール・ラウプのアック、パウル・ベーバーがいる。ありがとうございます。